車両に搭載したスピーカーに実車の音を飛ばして運転することができるっていうことですよね。こんばんは、しげもです。どうも。今日開けていくのはこれですね。マイクロエースから昨年末に発売されたマイクロスピーカーシステムです。こちらは発表されてから結構ネットでも話題でしたが、鉄道模型の車両に組み込める小型スピーカーですね。今日はこれを見ていきます。はい、寄ってみるとこんな感じ。パッケージは透明の吊りかけ式のパッケージで、この部分に、はい、見えるかな、 N ゲージ車両に組み込んで遊べるバッテリー内蔵の Bluetooth スピーカー、マイクロスピーカーシステムとありますね。で、中はもう見えてますけど、あ、ちょっと光って見えにくいけど、これね、ここに見えてるのがスピーカー本体で、側面と裏側はこんな感じ。写真と説明書きがあります。で、ここにも書いてるんですが、鉄道模型だけじゃなくって、ちっちゃいジオラマとかフィギュア関係に忍ばせて音を鳴らすことも可能です。それも開封して使いながら見ていこう。じゃあ開けていきます。はい、じゃあ出しますよ。てってれーと、中に入ってんのは本当にスピーカーと説明書だけかな。細かいパーツ関係とかは入ってない。はい、中には割と大きめの説明書ね。ちゃんと図も載ってるんで分かりやすそう。あとは修理申し込み表っていうのが入ってる。ほんで本体ですよ。オープン、ててーん、おお、あ、すごいちっちゃいな。もうちょっと大きいのを想像してたんですけど、本当にちっちゃい。はい、これがマイクロスピーカーシステム本体。かなりコンパクトにまとまってますね。ここがスピーカーで、この部分、ここが電池になってますね。充電池。このスピーカーは車輪から給電するんじゃなくて充電式になってます。で、ちゃんと技適マークもついてて、 Bluetooth マークが入ってます。で、反対側がここですね。で、ここのチョボ、これがスイッチになります。で、このスピーカーの端っこね、ここがマイクロ USB の充電端子になってます。ここにお手持ちのマイクロ USB のケーブルを挿すことで、ここか、よいしょ、プスッと、あ、これで今赤ランプがつきましたね。見えてるかな。これで今充電中で、充電が完了したら青ランプになるみたいです。約90分の充電で120分使用できるみたいです。ボリュームの大きさとか環境にはよるみたいですけどね。あと、ディスプレイモデルに仕込んだりする場合はケーブルをつないだまま給電しながら使用することは可能みたいです。はい、じゃあ実際に電源を入れて使ってみよう。ここのチョボ、ここね、ここを1秒間長押しします。ビュッ、お、音が鳴った。で、今赤と青の LED が光ってますけど、この間にスマートフォンとのペアリングを行うみたいですね。はい、見えるかな。今ここに BST7B っていうのが出てるんですけど、これをタップすると、お、音が鳴った。で、接続済みに変わりましたね。これでもつながってんの。だから接続はすごい簡単で、接続できたらここの青ランプが点灯するんですけど、これね。はい、じゃあ鳴らしてみよう。別に何の音鳴らしてもいいんですけど、著作権的にいろいろ流せないんで、自分の動画を見てみよう。じゃあ行きます。ポチで、ピュッと、お、あ、鳴ってる鳴ってる。あ、ちゃんと聞こえるぞ。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。うん、鳴ってるし、割と音はいいみたい。で、ボリュームの操作はスマホ側から行います。これね、あ、いい感じいい感じ。一回止めて、まあ、当たり前ですけどちゃんと鳴りました。で、音も結構いい感じ。はい、それでは車両に乗せていきます。で、このスピーカーはマイクロ S 製なんで、マイクロ S 製の車両に乗せるっていうのが前提になっています。ただ物理的に乗せれないわけではないと思うので、今回はトミックスと加藤の車両に乗せてみます。まあ、ここら辺は正直車両の中に入ればいいっていう感じだと思うんで、特別決まったやり方はないと思うんですけど、はい、方法的には車両のボディを外して、これね、ほんでこの中にスピーカーを入れるっていうことですね。これも車両の形状とかによって異なると思うんですけど、今回は普通にここにはめてみる。よいしょ、
言った。あ、問題なく収まりますね。はい、こんな感じで室内灯を積むように乗っけますね。そしてボディを戻す。これで干渉する場合はちょっと調整する必要あると思いますけど。よっ。あ、全然問題ない。はい、積み込んだ車両の側面はこんな感じ。窓からバッテリーとスピーカーは見えますけど、まあ、これは載せてるんですから仕方ないですよね。でも大体模型って上から眺めるんで、そこは気にならないと思いますけどね。で、この状態で音を鳴らしてみるとどうなるのか。ポチ。聞こえるかな？音は鳴ってる。はい、聞こえてはいるんですけど、この車両はつま面がどっちも閉じてるんで、音が密閉されてる可能性はありますね。こんな感じ。まあ、車両によるかもしれないですけど、もしかしたら音が逃げる穴をボディの裏とかに開けてあげた方が音は聞こえやすくなるのかもしれない。知らんけど。はい、続いて加藤の35系客車に乗せてみよう。これも同じようにボディを外してパカッと、でこの中にスピーカーを乗せる。どうかな、形状が異なるんで、もしかしたらちゃんとはまらんかもしれんけど、これでちゃんとはまるかな。よっ、ちょっと干渉してはまらんっぽい。はい、そういう場合はこのスペーサーからスピーカー本体を外せるみたいですね。その方法も説明書に書いてて、ね、キュッとフレームからスピーカーを押し出して、お、できた。こうやね。これでスペーサーからスピーカーを取り外せます。この状態でやったら乗るんじゃない。はい、ここにスピーカーをこのまま乗せてもいいんですけど、ちょっとガタガタしてるのと収まりが悪いんで、今回はこれね、 3D プリンターでジグを作ってみた。ここにはめて、ここにスピーカーをはめる。はい、これでぴったり収まる。ただ未塗装で真っ白なんで絶対目立つけどね。じゃあこのまま戻そう。はい、戻りました。中真っ白ですけど、これ後で塗ろう。この状態でじゃあ音が鳴るかよね。はい、じゃあこれでもう一回音鳴らしてみます。YouTube ね。よっ。じゃあ最後、多分これが車両さん。あっ。鳴ってるし、やっぱり103系の時より音大きいわ。だから、このつま面とかが開いてる方がいいっぽいね。あ、めっちゃ聞こえる。うん、ちゃんと鳴ってますね。ただこのスピーカーから出てる音にマイクを向けて撮ってるんで、ちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、うまいこと聞こえてます。そしてマイクロスピーカーシステムはサウンド機能を搭載したコントローラーと組み合わせることでより遊ぶことができます。例えば後ろに見えているトレインテック MFC、 これはここにあるスマートフォンを使って鉄道模型を操作することができるコントローラーです。はい、見えるかな。今これデゴイチの運転台をここに出してるんですが、この運転台を使って実際に模型を運転できるのと、あと実車の音が収録されてるんで、運転と音をリンクさせて遊ぶことができます。これは Bluetooth 接続でスピーカーに音を飛ばすことができます。ってことはこの車両に搭載したスピーカーに実車の音を飛ばして運転することができるっていうことですよね。なんかおもろそうやん。で、今これどういう状況かというと、スマートフォンでトレインテックコントローラーのアプリを起動してます。で、スマートフォンと後ろに見えてる MFC が Bluetooth 接続されてる。Bluetooth 接続されてると。で、さらにこのスマホから客車に積んでるマイクロスピーカーシステムと Bluetooth 接続して音声を飛ばせるようになってます。はい、では実際に音を出していきます。まず電源をオンですね。ポッチ。うん、ちゃんと音鳴ってますね。このスピーカーにマイクを向けてるんでちょっと聞こえづらいっていうのはあるかもしれないですけど、問題なく聞こえてます。そして運転してみると、あれ、どうやるんやったっけ。はい、運転方法忘れたんで調べてたんですが、 YouTube に、しげもんさんっていう方がすごい分かりやすくこのデゴイチの運転方法を動画で解説されてたんで、一応説明欄にその動画のリンクを貼っておきます。で、ここでは細かい運転方法はちょっと割愛しますけど、実際にデゴイチを動かしてみます。で、汽笛鳴らして、うん、ちゃんと聞こえてますね。ほんでここで動かす。あ、いい感じいい感じ。
はい、停車。ちゃんと聞こえてたかな？車載スピーカーなんで、この列車の動きに合わせて音源が移動するっていうのは小型スピーカーのアドバンテージかなと思います。あと正直なところ、音の聞こえ方に関しては車両への組み込み方によっても変わると思いますし、遊ぶ環境によってもだいぶ変わると思います。そこのとこはユーザー次第かも。で、今回はこのトレインテックコントローラーから Bluetooth 接続して音を飛ばしましたけど、他にも加藤のサウンドボックスとか六班の E トレインコントローラーね、これらも同様に音を飛ばして遊べると思います。ただ接続の際にラインアウトに Bluetooth の発信機をつける必要がありますね。その点トレインテックコントローラーはスマホから直接 Bluetooth 連携できるんで、スマートに使うことができますね。はい、マイクロスピーカーシステムを客車に積み込んで、実際に Bluetooth で音を流しながら列車を走らせてみましたね。スマホに入っている音を鳴らせるんで、自分で録音した実車の音とか自分で作った音、そういうものをここに飛ばして鳴らすことができます。あとは先ほどやったようにトレインテックコントローラーと連携させて運転しながら音を鳴らすっていう遊び方もできます。これはかなりおすすめできると思います。あとこのマイクロスピーカーシステムと今回動画で扱った製品の一覧、それは動画の説明欄にリンクを載せておきます。気になった方は合わせてチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とチェックをよろしくお願いします。それではさいなら。